愛媛県道330号、未教養の県道藤縄長浜線の紹介をしていきます。愛媛県の大洲市柳沢県道230号線からやばい道に入っていきます。いきなり急勾配の道が口を開けて待っています。この道とにかく分岐が多いので、道にある看板を見落とさないように走って行ってください。そもそも普通車で入っていくのは車をポシャる恐れがあるのでやめておいた方がいいです。バイクまでの方が無難です。地元の方々が平気で走ってくるので離合もできない箇所が25キロほどあります。標高をどんどん上げていきます。五郎から長浜までの山の中を走っていく路線となっています。泥道あり、急カーブあり、そして砂利道あり、落石ありと、とんでもない道です。原付だったのでなんとか走れましたが、車だったらもう泣いて田所の方に降りていると思います。道を間違うとすぐに県道54号線の方に戻されます。ほどなくすると石神峠に到達します。その後坪上神社の方に行かないように白滝の方に進んで行ってください。石神峠はいつの間にか通り過ぎている峠です。石神峠から白滝までは程よい道があります。そこから先県道330号線また牙を剥いてきます。途中神社の方に向かうのですが、そこが滝が近くにあるのはいいのですが、路肩が崩壊していたり泥道だったりと、とんでもなくひどい道です。そして立派な鳥居が突然出てくると、白滝の消防分団のところからエスケープルートと合流してきます。そちらの方を使った方が貸谷の棚田に行く場合は良さそうです。そして貸谷の棚田、ここがとってもいい風景が広がっているんです。緑の田んぼ、標高400メートルほどの高いところにある棚田、これが素敵な風景を醸し出しています。ハードな道を抜けてきて、ゆっくりと景色を楽しめる場所となっています。何箇所か山の展望が素敵なところがあります。そこから先も道は厳しい道をたどっていくことになります。無地生地のタブの木を見ながら進んでいき、狭い道を進んでいきます。途中工場があります。分岐が何回もあるので、看板はよく見て進んでいくようにしてください。途中、坪上山の方に登っていく道もあります。そして、肱川嵐展望公園の付近になると、いきなり道が広がります。未教養の県道ですが、ここは急峻な地形のため、代替路として付けられました。そして、すぐに長浜駅の方に向かって降りていく道があります。そこもとっても狭いので気をつけて走行していってください。最後、長浜駅の風景を見たときはもう安堵して国道378号線に降りることができます。実際2回道を間違えてしまいました。総延長は柳沢から長浜まで30キロの道となっています。